はい皆様こんにちはガボラトリー将軍でございます本日はこれただのバングルのトライアングルバングルワイヤーバングルなんですけど <laughs> あのー、この頃たまにこういう何もつけないバングル売れるんですよね、まあ、今回こんなきちっとくっついたのは初めて見ましたこの先がこう丸々になったのも初めてです でこれこの頃の流行りなんですけどちょっとあのここにスタンプ打ってるじゃないですか普通ここに打つのがまあ本来なんですけどこれこうもうこう開けるのを前提で作ってるんですよねきっとこれこう開けてつけっぱなしにしてまあどう,どうしてもっていう時はまたこうぐっと戻したり開いたりこうねじるとあのこう開くとあのここは割れるんですよね あのまあ、これ引き抜き線っていってあの単造のような作り方で作ってるんでそう簡単には折れないんですけど鋳物じゃないんでねでこれそのまあ何言いたかったか言ったらここにこのスタンプが打ってるじゃないですかこれ本当はここなんだけどここだとこうスタンプが打ってあると切り取り線みたいな感じでこのスタンプから割れるんですよねだからこの頃この根元にこう打つ人が多いんですね 今金でもオーダーされてるバングルがあるんですけど金の方もここだと思われたら嫌なんでこのスカルがこうついてスカルの首の後ろぐらいにあのスタンプってくれというお話なんですねだからまあこ,ここがこれからまああのやっぱり、えー、折れたら嫌なんでここへ来る人が増えてくると思うんですよねまあ今まで気づかなかった人もこの今今日の、えー、動画で気づくと思うんで。 もうここへ打つ日はなくなるかもしれませんねもう、まあ、こんな感じで、えー、何でも言ってもらったら作りますのでね鍛冶屋ですのでねあのウィアファンドリーです、えー、ご清聴ありがとうございました失礼いたします